未知の生物との遭遇は一昨日午後1時ごろでした。福岡市内で登山に来ていた男性が道路脇に横たわる茶色い動物を見つけたのです。生きてる、マジ可愛いけど、ちょっと日本にいちゃいけないやつじゃねえな。すると謎の動物は予想外の行動に出ます。ゆっくりとカメラに近寄ってきたのです。ちょついてこんでよ、めっちゃついてくるやん。当初は警戒していた男性もずっと後をついてくる様子に、ちょっと待ってって、人慣れしすぎじゃない、いいもの。ついには肩の上に乗るなど人に慣れた様子です。見たことのない動物だったっていうのでかなりびっくりして、まあ結構よく行く山だったので、まあ、こんな生物がこの山にいるのかと。男性は動物を保護し交番に届け出たということです。この動画を SNS に投稿すると、これは金華獣じゃないですかっていうことで、動物の正体は金華獣。その後近くのペットショップから逃げ出したことが判明し、その日のうちに店に引き取られたということです。この金華獣とはどういう生き物なのでしょうか。南米に住む動物で、アライグマに近い、人を怖がることが少ない動物だと思います。日本でもペットとして販売されている金華獣、しかし雑食性で歯が鋭く木に登るため爪も鋭いといいます。慣れてるように見えてる動物であってもむやみに近づかない方がいいと思います。フジテレビアナウンサーの内田玲奈です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 FNN プライムオンラインではテレビのニュースをもっと自由に、そしてオンラインにふさわしい形で皆様にお届けしていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。